どうも、こだまるです。きーたろです。ラウド第1話感想。はい、今日はラウド第1話の感想をやっていこうと思います。いや、 DTV でね、配信されて、日本語もね、ちゃんとついてるから、我々もすごく見やすい。そうだね。しかもちゃんとね、ちゃんと翻訳つくからね。なんかあのさ、キングダムみたいにさ、なんかもう誤字脱字が多いやつじゃないから、すごい助かる。ちゃんとしてたからね。あとやっぱりさ、見た一番の感想が、まず練習生の能力の高さっていうか、クオリティの高さ、めちゃくちゃすごいよね。すごく高かったね。なんかさ、なんかオーディション番組大好きじゃん。でもやっぱりね、ちょっと違うなって思ったよね、さすがに。さすがにちょっとね、もう厳選された人たちが集まってるなみたいな感じするね。本当になんかね、練習生、まあ、この後もやるけど、やっぱり日本人の練習生がすごい活躍してたっていうのもね、やっぱラウドの特徴というのかな。いろんなね、国から来てて、やっぱ選ばれるだけあるっていう、何かしらすごい能力があるような人たちがいっぱいいたから、もう見ててね、やっぱ全部面白かったね、全員。次に面白いなと思ったのが、やっぱり JYP とあとサイ、この2人が出てるっていうのが、やっぱりなんかね、他のオーディション番組と違って、特にさ、ニジプロでもう JYP のオーディションのさ、コメント力の高さみたいなのは私めちゃくちゃ痛感してたから、久々に新しい JYP のさ、オーディション見たら、もうめちゃくちゃやっぱり的確、すべてのコメントが。なんかちゃんと言葉にしてくれるじゃん。そうだね。なんか見ててね、すごいスッキリするんよね、JYP のオーディション番組っていつも。なるほど。まあ、タロはね、まだね、ニジプロあれだもんね、すごい駆け込みのニジプロで。そう、ニジプロ、そら最終回しか見てないから。どういう人だ。ごめん、ほら、ね、粉丸にさ、言われてさ、当時まだね、YouTube やってないけど、僕ら、そう、最終回だけはちょっと、デビュー決定だけはちょっと見守ろうと思って見た、ちょっとにわかだけ申し訳ないんだけど、でも、ね、JIP さんの良さっていうか、そういう評判はさ、もう、常々聞いているので、いや、そうなんよ。だからさ、なんかね、懐かしさもあったよ。あー、なるほど。あー、こうだったなーってすごい思った。あー、僕はちょっと初めて JIP をさ、ちゃんと終えるから、ちょっとすごい楽しみ。面白かったでしょ、なんかやっぱコメントすごい良かったよね。いや、面白かったです。もう感動しちゃった。やっぱなんか JIP さんのコメントに感動するね。そう、なんかね、まあなんかね、でもね、何よりね、気になったのは椅子がちょっとさ動くんってなるもんね、あれ。なんかさ、動くところ面白くない、ちょっと面白い、ウィーンってね。シュールだよね。まあまあ結構シュールだね。すごいさ、前の方まで来るしね。そう。でもちょっとさ、あれさ、慣れたらさ、座ってみたくなったりするんだろうね、あれ、今後。多分あの椅子動く下りは多分何かとネタにされるんじゃない、今後。ああ、そうやね。そうさ、例えばそのニジプロで言うとキューブみたいな話じゃない。なんかさ、椅子動くっていうことが多分何かにつけてなんか言われそう。あとさ、このラードっていう番組はさ、その DTV 絡んでるからか分かんないけど、なんか早時朝のさ、情報番組でちょっと取り上げられてたりするっぽいよ。あ、そうなんだ。そうだからさ、まあ実際に放送を重ねてったら、なんか特集とかしたりすんのかなってちょっと思ったり思わなかったり。あ、ニジプロでいうスッキリみたいな感じでってこと？そう、まあ、スッキリやったら一番なんか公開そうだけど、今さ、違う多分オーディション番組今もやってるのかな、やってるよね。やってる、そうだから、まあそれは難しいんだろうけど、まあ、なんかすごい盛り上がってくれるといいなと思って。そうだね。そうやっぱ何よりさ、うちらも見てみてどうかなって思ったんだけど、やっぱ面白かったじゃん。そう、めちゃくちゃ面白かったね。え、ほんとやっぱオーディション番組ってさ、いいよね。あれ、なんかつい最近まで見てたぞって思ったけど、俺やっぱほら、粉丸なんて特にさ、オーディション番組ないと生きていけない人じゃん。そう、ほんとおかげで面白い番組で、マジで安心したというか、嬉しい。しかも15話までやってくれるんだよね。なるほど。いや、しかも今2話までやってるから、まだ1話しか見てないけど、これからが楽しみだよ。そうだね。でやっぱり、まあ、まずは先に我々日本人だからさ、やっぱ気になるのがさ、日本人練習生の、なんか才能あふれる感じね、嬉しいし、いやマジでかっこいいよね、ああいう風に外国に行って、結果残していくような感じが。いや本当に、しかもすごく幼いのにね、幼いっていうか若いのにね。こうきくんとかめっちゃ若いよね。
子供やん、キッズやん、マジで。本当だよね、キッズなのにもう経歴もやばいしさ、うんうんうん、どんな人生なんて思うぐらい。いや本当に、なんかあの本当にさ子供じゃんマジで見た目。そうね、マジック、マジック。少年だよね、うん、そう、マジックしてちょっとさ裾から裾ってか袖のとこからちょっとなんかお金出ちゃうところとかも含め、うん、なんか頑張れ頑張れみたいな感じだと思ったら、うん、まず踊るダンスのジャンルがクランプの時点でもう恐ろしいじゃん。恐ろしいマジで。あのやっぱさクランプって結構治安悪いところのさ地域から生まれたダンスだから、うん、まあまあ普通にね本当だったらすごいあんな日本の若い青年が青年じゃないあんな若い子供がね踊るやつじゃないんだけど、でも本当自分のものにしてたじゃん。そうだね、しかもあれだよね、各種なんか大会でね数々の賞を受賞してる、もう本当にすごい子だったもんね、うん、そう、うん、しかもさ調べたらさなんかさダンスの先生が翔太郎と NCT の翔太郎と同じとか、あそうなんだ、そう、うん、なんかつながりがあるっていうのもすごいっていうか、相変わらず世間狭いよねそういうところ。確かに、うん、どういう世界線なん、すごいね、うん、え翔太郎くんもあれなのクランプやってたの、えわかんない、やってる感じしないけどな、ヒップホップがベ、うん、なんかベースって噂だよ。そうだよね、スタイル的にそうだよね、うん、でもすごいね、やっぱでもやっぱそういう、 もうレベル高い人たちやっぱなんか上の方でつながってんだね、羨ましいよね、すごい、でも年齢も全然違うのにね、うん、すごいな、まあ、先生がさ単純にさクラス持っててとかあるんかもしれない。あそっか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 、あとさらになんかダバンプの MV に出てるとか、そなんかあとテレビにも出ててセクゾの勝利くんとなんか一緒に共演してたのかな、バトルしてたみたいな。あそうなんだ、そうそうそう、ダンスでやっぱ日本のテレビにもちょいちょいなんかメディアとかに出てたような子だから、本当に実力者、あんな若いのに恐ろしいね。いや恐ろしいね、うん、12歳なのに。しかもさなんか私見てて実力の方のステージ披露する前にさ、ショーを楽しんでほしいみたいなことを言ってたじゃん、うんうんうん、こうきくんが、うん、そのなんかなんだろう、オーディションで評価してくださいっていうスタンスじゃなくて、そうショーとして見てください、楽しんでくださいみたいな感じなのがもう他の方と違うような感じがして、あーなるほど、場数を踏んでるみたいな感じがすごいした、うん、もうだからオーディションってよりかはもう普通にもうショーとして楽しんでくださいねっていうスタンスってことだよね、うん、そうそうそう、かっけえな。でも小学生だよね多分。怖いよ、怖さすら覚えるね。うん、いやすごいよ本当に。いやすごいね。でいてあのやっぱ踊り出した瞬間にもう二人がさもうこれはみたいな感じでボタンさバンと押してウィーンウィーンだったじゃん。わかる、なんかその最初魅力ステージでさコインマジック披露した時はさ、なんか二人もなんか結構さ JIP もさサイもさ、え大丈夫かなみたいなさちょっと、うん、みたいなさハテナみたいな感じだったけど、本当踊り出した瞬間ウィーンだったよね、うん、飛び越えウィーンじゃなかった、しかも飛び越えウィーンって何ウィーン、いやわかる、そうあれなんかもう3もうビューンなんかあれだよね、即行ったよね前の方に。そうそうそう、だってさあれさ彼の得意技のクランプに行く前にもう一番最初に行っちゃって JYP がバーンと押してたじゃん、うん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 、もうメインディッシュ行く前に押してたんよ。あーすごいよな、すごいね、確かに、だから本領発揮っていうかさ自分の特技を見せる前からもう評価されてた、もう見たい、もうこれはスカウトしたいと思わせてる人材ってことだよね。うん、いやすごい、すごいよね。なんかしかもまだ私ちゃんと見れてないけど、なんか YouTube かな、彼ら自身のなんかパフォーマンスのさ動画もあるらしくて、うん、公式で、うん、それの再生回数もね結構すごいっていう噂があるんよね。うんうんうん、なんかねコメントで書いてあったわ YouTube の、うん、そうまだねちょっとネタバレ怖くてさあんまり深追いできてないんだけど。わかるわかる、そうでもすごい活躍してくんかなと思うとなんかもうますます気になるよね。そうだね、なんかこれからチェックしていきたいねずっとね、うん、うん、あとケイジくんもね、うんうん、よかったよね。最初のあの、エギョ、かわいいやつの、ゆらのむ一歩、おとけ、おっとけのやつ。
やってたよね。そうだ。やってた。あ、なんか、アイドルの愛嬌みたいなやつだよね。韓国アイドルの愛嬌。そうそうそう、あれなんかあれ有名な曲なの？あ、そう、よくやってるんよ、あれ。あ、そうなんだ。そうだ、それをやったっていう、外国人である彼がやったっていうのが、まあ、またより可愛いんじゃない？あ、そうなんだ。でもさ、あの、JYP とサイさんはちょっと困惑してて、おじさんたちは困惑っていう、なんかさ、編集されてたよ。あの特有なの韓国のさ格好でさ勝手に思いをさ、そうそう、表現されるやつね。そう、おじさんたちは困惑って書いてあった、うん、まあね、可愛い可愛さが売りなのかなと思ったら、彼もねダンスはかっこいい感じの、あ、ね、愛嬌は可愛いからさ、実力ステージもそういう感じなのかと思いきやって言ってたもんね、 JYP も、うん、いや本当になんか、てかさ、やっぱさ、この日本人練習生だけじゃなくて、もう2人の反応がさ、見てる時のステージ見てる時の2人の反応めっちゃよくってさ、うん、もう見てるこっちもなんかそういう気分になってくるしさ、うんうんうん、なんかやっぱ面白いね、ああいうさ表現の幅が広い人たちが見てくれると、顔の表情とかがさいいと、わかるわかる、なんかさ、このオーディション番組好きだからさ見るけど、的確に評価していると、うん、なんつうの、あ、こっちも、あ、この子はそういうことで評価されてるんだっていうのが納得いくんよね、なんつうんだろう、うん、なんか結構さ、もうなんかオーラがすごいとかさ、なんか、うんうん、もうスタ性があるとか、そういうさ抽象的なことじゃなくて、ちゃんと的確にあの、うん、評価してくれるから、うん、そう、なんか腑に落ちるっていうかさ、見てる方も、そうそうそう、この子はそういう部分が光ってるんだとか、うん、そうだから一緒になってさ、なんかオーディションを楽しめる、さらに楽しめるっていうか、そうそうそう、うんうん、本当なんかいいよねマジで。あとドンヒョンくんのステージ、うん、まあ、最初魅力のやつはさ、なんか結構個性的な、なんかピアノポロロンって弾いて歌うんかなと思って、全然歌わず。なんですかね、なんか。なんか詩を朗読してたよね。そう。うん、しかもなんか、人からの詩、なんか、ね、一人カラオケの詩みたいな、ちょっと、ごめん、ちょっと深く分かんなかったんだけど、理解追いつかなくて。なんか確か人からの詩、なんか人からっていうワードが韓国にもあるんだね。うん。そう、なんか人からの詩だったよ。アラームの音とかね。そうそう、アラームの音。いや、すごい。なんか結構独特のやつで、トップバッターが結構独特だったからびっくりしたんだけど。うん、そう。なんかさ、行く末をなんか、あれ大丈夫かな、こういう感じなんだみたいな、ざわざわみたいな感じしたけど、うん、最初。うん。でもまあ、それはそれでも面白かったじゃん、彼は彼で。うんうんうん。でもさ、実力のステージはめっちゃちゃんと歌うまくて、いや、これです。これ見た時に、あ、やばい、レベル高いやつだ、これってなったもんね。そう。なんなら俺結構ね、この子めちゃくちゃ、このジャスティンのさ、ラビアセルフやったけど、うん、めちゃくちゃ好きだった、このステージ、実力ステージが。歌うめっちゃ分かったよね。そう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 。あとなんか声の感じめっちゃよくない？うん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 、声質。そう。歌うまくてさ、なんかで、JIP もさ、芸術はさ、人の見えないものを見せてくれる？なんか考えとか価値観とか好みとか、うん。そういう見えないものが大事だと。だから君みたいな人に出会いたかったんですって、うん、JIP は言ってて、うん、あー、いいこと言うなーと思って。うん、確かに。でもさ、ちょっと思ったのが、JYP みんな褒めてるなってちょっと思ったよ。いいのよ。確かに確かに。ちょっと甘々かっちゃう。そう、俺も思ってたけど、ちょっと甘々かね、みたいな。そう、2人ともすぐ押しちゃうから、椅子。そうそう。まあでもほら、厳選された人だから、ある程度は進ませるんじゃない、わかんないけど。そうだね。まだ第1ラウンドっぽいからね。うん、そう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 。これからちょっと絞ってくんよ。うん。で、2人目がウンフィ君で、まあ、独学でね、作曲して、うん、なんかすごい、あの、短期間でやったり、その作曲の才能みたいなとこだよね。センスがいいみたいなところ、うん、で評価されてたけど、うんうん、確かに、最初のなんかスペースってやつ、結構ゲーム音でピコピコで、お恥ずかしいやつね、最初にね。で、本人作った曲だろうから。本人もすごい照れてたよね。でも、それ、なんかね、あえて、なんか披露するのもなんかいいよね。うんうん、うん、で、スペース披露した後、次に作った曲、うん、もう聴かせられる曲ができましたって言って、流した曲も、うんうんうん、すごいなんか一気にかっこよくなって。かっこよかったね。うん。なんかまあ、その時点でちょっとビート重めのヒップホップ色強い感じはしたけど、うんうん。でもなんか、割とよくありがちかなって最初は私思ったんよ。うん、うん。でも、なんかどんどん良くなっていくから、やっぱ
すごいセンスあるんだなと思ったら、やっぱりね、もう二人が、ほーみたいな感じだったから。そう。すごいよね。成長過程がね、成長速度っていうかね、独学なのにね、すごいね。本当だよね、うん。で、披露した曲も、実際に彼が披露した曲も、ラップ、うん、ラップやったけど、そのラップもなんか上手いしさ。そう。いやマジで、なんか、若い子はみんなそういう才能がすごいんですか？どういうことですか？すごいよね。なんかもう才能に溢れた若者多くて、マジ未来明るすぎるよね。うん、本当に。で、なんかサイもさ、そのなんか、いい音を選ぶ耳とセンスが大事だと。で、うん、ここでできる、なんかなんつうの、アイドルグループに曲を提供してもいいと思いますみたいな。うんうん、なんか作曲としての可能性もさ、なんか認めててさ、うん、あ、なんか結構もしかしたらそういう系、なんつうの、自作曲も作っていくようなグループにするのかなとか。好きずみたいな感じかな。ね、うん、ね、なんかそういうのもちょっと、ああ、どういう感じしていくんだろうっていう、なんかワクワク感もね、うん、あるな。うん。これはサイが撮ったんだっけ、彼は。うん、うん、サイが撮ってたね。うん。ああ、そうだね。で、最後がダニエル、ジカル。うん、で、彼は、あの、映像のやつの段階でさ、もうなんかセンス溢れる映像作っててさ、あの、走るところとかめっちゃなんかかっこよかったよね。スーツケース持ってガラガラガラって。すっげえかっこよかった。短編映画みたいな、めちゃくちゃかっこよかったよね。うん、てかなんかさ、なんだろう、発言する感じとかも、なんか、なんだろう、アメリカに住んでる特有のやつなんかな、なんか前向きであり、かつなんか、なんだろう、プレゼンがうまいみたいな感じがすごいしてさ、彼の。うん、いや、なんか、恐ろしいなと思ったもん。恐ろしいよ。あんなの一人で作っちゃうのも全部企画、撮影、編集、音楽、全部。全部自分でさ、映画みたいの作んだよ。GIP が That's crazy って言ってたよ。もうなんか彼に合わせて2人とも英語だったもんね。そう。え、てかさ、その才能に溢れすぎてさ、あの、もう一つ目の魅力ステージの段階でもう合格してたもんね、彼。それでもパスしちゃったね。うん。うん。でもさ、あの、披露したやつもさ、めっちゃラップすごくなかった？すごかった。しかもなんで、ちょっと4カ国語ぐらい使ってたよね、あのラップ。うん。うん、そう。いや、どんだけと思って。すごいよね。うん。だからダニエルさ、そのオレンジカウンティーから来ましたっつって、あれはカリフォルニアのオレンジカウンティーだと思うんだけど、あそこら辺ほんと高級住宅地みたいなとこだから、めっちゃ、やっぱ多分恵まれた方なんだと思うよ、あれは。すごくいいお育ちの方なのかな。うん。うん、そう、いいお育ちでもほんと大切だからさ。そうだね。うん、うん。うん。やっぱだからね、そう、いろいろだからできたんだろうね。いろんなことが。うん、もうサイはさ、僕が見た10代の中で最もクリエイティブだったっつって、もう、べた褒めだよね。うん、いや、マジで。すごいよね。だってさ、あんな芸能人に言われるんよ。すごいよね。しかもこの映画みたいのさ、作れるからさ、なんか MV も撮れるみたいなこと言ってたら、もちろんってダニエル君は言ってて。ダニエル怖い。すごいよね。だから曲、なんかもしかしたら曲も作るし、MV もメンバーでやるようなアイドルとかをサイはもしかしたら考えてるのかなとか。なるほど。うん。まあ、サイはさ、アイドルグループ今まで作ったことないから、そう、なんかどんな感じになるんだろうっていう未知数みたいなところがあるからさ。あー、なるほど。そう、もしかしたら思い切って本当にダニエルみたいな感じの子採用したいのかなって思ったりしたけど、でもダニエル撮ったのさ、確か JYP じゃなかったっけ？そう、サイが最初ね、いいなって思ってたのに JYP がね、もう先取っちゃったんだよね。そうそうそう。だからもしかしたら JYP かもしれんね。でも番組のなんか途中でちょいちょいやる、どっちがいいですかみたいな。どっちの事務所がいいと思いますかみたいなやつとか。なんかあれ、すごい気になるよね。思った、あれ、なんだったあれ、視聴者に投げかけとるん、どういうこと、多分そうだと思うんだけど、それがどういう風に反映されるかがちょっとね、まだわからんくて。あ、この子はどっちの色が、どっちの方が向いてますかみたいなことなのかな。うん。もしかしたら何かしら参考にするんかもしれんね。なんか QR コードとかついてたもんね。なんかできるんかな、あれで。すごいよね。なんか新しい試みっていうか、結構変わったオーディション番組だなと思って。いや、いろいろ手を変え品を変え考えてくるね、オーディション番組すごいね。本当にありがとうだよ。感謝してた。いや、なんかあとは予告あったけど、まあ日本人がね、まだいる。てか、ちょっと調べれば出てくるし、日本人、ね。そう。ちょっと見ないようにしてるけどね。なんかどうやらいるっぽいよね。そう。それがすっごい気になるっていうのと、ね、あとはなんかね、なんかすごい横顔が美しい方が私見つけたんだけど、彼は誰なんだろうと。
なんかいきなり画像送ってきたよね。え、でも確かにすごい綺麗な顔の方だった。横顔美しいなっていう方がいらしたんだけど、誰かなあれ。じゃあそれも第2話でわかるのかな。うん、うん、いやこれはね、第2話のやつも我々やっていくから、うん、楽しみですね。これはそうだね。